はい、ではですね、チリの、世界のいろいろね、地域の環境についてちょっと今回から見ていきたいと思います。もう8回連続でね、世界のいろんな地形、地理的なその環境のね、気候とかそういったものを見ていったりしたいと思います。気候に影響される人々のね、生活習慣とかそういったものも見ていきたいと思います。はい、タイトルです。世界のさまざまな生活と環境ということです。で、狙いは世界のさまざまな気候の特徴を理解する。で、ざっと見るとこの5つですね。熱帯、乾燥帯、温帯、亜寒帯、寒帯ということです。で、この5つに誰が分類したのっていうとですね、実はケッペンというね、というドイツの人がいます。で、とても面白いと思いますね。で、こうやって5つに分類するためにどうしたかっていうと、気温とか、それから降水量とかそういったものをこうね、分類したいということですよね。で、気温を分類したければその地域にこう行って、測って、で、これぐらいが平均気温かなっていうのを見て分類したらいいじゃないですか。で、それからまあね、降水量についても降ってる雨のその量を毎回測ったらいいじゃないですかと。でも、それじゃない方法で明確にいろんな地域を分類できる方法ないかっていうふうに考えたみたいですね、ケッペンさんは。で、考えた結果、植物に注目しようというところなんですね。確かにそうですね。寒い地域と暖かい地域と、その植物が成長どれだけするかしないかっていうのは分かりますね。それからもう一方で、雨がどれくらい降ってるかで、植物の成長度合いって変わりますね。なので植物の成長度合いについて注目すれば、で、それで分類しちゃえばね、この地域はこの植物は育ってる、これは育ってないとか、それで分類しちゃえば、もう気温と降水量、ね、温度と雨、これについて説明ができるだろうということなんですね。いや、すごい、見方、考え方だと思います。じゃあ、それで分類されたもの5つを見ていきましょう。まず、熱帯です。熱帯では、熱帯雨林気候とサバナ気候に分かれます。で、サバナ気候というのは、実は、サバンナともいい、熱帯に属するこの草原のことですね。はい。で、熱帯雨林気候というのは、これ雨林って書いてある通り、たくさんの、木があります。で、なぜかというと、たくさん雨が降るからですね。これね、空気中が温められると空気っていうのは軽くなりますから、上にバーっていきます。で、特に赤道付近が熱帯なので、暑いんですが、暑いところではバーっと一気に、空気が上に上がって、で、当然下の方で温められている状態なので、上に上がると急に冷やされますので、ドバッと雨が降る。で、雨が降るとそれ湿っていますので、その湿った空気がまた温められて上に上がり、またバーッと落ちてくるっていう感じで、これが繰り返されるんですね。なので、多く雨を吸収した木はぐんぐん育っていって、すごく大きな森になるということですね。一方で、サバナ気候については、その雨季と乾季がはっきりしてて雨が降らない時期があるんですよ。なので、熱帯雨林気候ほどはその、木々が育たないということです。じゃあ次、乾燥帯ですが、もう乾燥帯は名前からして木々がないと。ただし、ちょっとある場合があるんですね。それがステップ気候で、全くないのが砂漠気候ですね。で、砂漠気候はおそらくイメージがつくでしょうと。ステップ気候のステップって何かというと、これは乾燥帯で、にある草原のことですね。ちょっとサバナと同じような感じですね。はい。で、次、温帯です。これ3つの気候って書いてありますが、温帯では、これね、ちょっと3つって書いたんですけど、スペースがなかったので、だいたい2枚で収めたいなと思ってるから、そうだとこれちょっと多すぎると。しかもこの、ちょっと温帯の、気候の名前が長いんですよ、これ。なので、ちょっとここには書きませんでした。でもちょっと確認してみてください。で、これ3つ紹介すると、1つ目が温暖湿潤気候、2つ目が、地中海、西岸海洋性気候で、3つ目が地中海性気候。ちょっとね、教科書とかに書いてある通りに言いましたが、その3つですね。はい。で、まずは温暖湿潤気候ですが、これについては四季がはっきりしていって、
夏冬と夏のね、その気温差がかなり激しいという特徴があります。まあいわば日本みたいなもんです。それから次は西岸海洋性気候はイギリスとかそういうところで代表されるものですが、まあ、あのヨーロッパの方でね代表されるものですが、あの年中暖かいんですね。そこそこ暖かいんですね。気温の変化がないと。で一方で地中海性気候は、まあ、地中海でね、って名前がついてますからヨーロッパの南の方ですが、これは夏雨がほとんど降らないと、で冬少し降るという感じですね。はい、でこういった違いがありますが、詳しくはまた後ほどやります。はい、次、亜寒帯冷帯ですが、ここでは短い、そうですね、冬が長いんですよ。むちゃくちゃ長いです。でちょっと夏はありますよってことです。で一方で寒帯はもうずっと冬の状態ですね。これもうむちゃくちゃ寒いわけです。で、寒帯についてはツンドラ気候と氷雪気候に分かれます。はい、ちなみにそうだ、植物でいうと亜寒帯冷帯に属するところは、針葉樹林といって寒さに強いような、もうあの葉っぱとか触るとカチカチしているような、そういった植物が育ち、一方でこの寒帯のツンドラ気候では苔類のような、なんとかもう寒いところでは生きていけますよっていう生物ですね、植物がいると。じゃあ氷雪気候はというともう全く育たないというような感じですね。はい、まあそれが分けられたものですよ。でこれを次回から一個ずつ、まあ、見ていこうかなというふうに思います。はい、で今回これね、ちょっと考えた、ものがありますが、問題はこれです。一年中四季の変化がないことで起こる良いことは何ですかということです。でまあ四季のねいいところって言ったら我々結構言えると思うんですよ。はい、だけど、まあね、その季節の美味しい食べ物が食べれるとか、ね、いい花が見られるとか、まあ、あると思うんですね。ただちょっと我々に持ってないものを想像するっていうのは大事だと思うので、まずここはね熱帯とか寒帯とか寒帯とか、もう基本的にこの、あまり季節感がないところですね。まあ寒帯は若干ちょっとあるんで、そう熱帯とか寒帯とかですね、まあ、こういったところってのは年中暑い年中寒いっていうのがありますので、ここら辺どういういいことがあるかちょっと想像してみてください。はい、以上で終わります。